疲れ様んごー。待って。ショールーム配信始めました。こんばんは。ちびさん久しぶりじゃない？やっほー。今日はご飯が食べ終わるまで配信したいと思います。なので本当に15分ぐらいかもしれない。はい、大丈夫かな。イヤホンな。そうなの、疲れちゃったもん。なんか7日に持っていく3のうちはできて嬉しい。頑張る。うん、嬉しいね。聞いてみんな、あのさ、お家じゃない、ホテル帰ってきてからさ、多分疲れすぎて、お箸とあのお手拭きをコンビニでもらったお箸とお手拭きまで冷蔵庫にしまってました。お箸ないって思ったら冷蔵庫に入ってたけど、ちょっとこのスプーンは忘れちゃいそうだから入れとくわ、あえてね。そうね、忙しいよね、お仕事。お疲れ様みんな。今日さっきまで泣いてた。なんでなんで、何があったと。小鳥のコケコ、小鳥じゃなかった、ニワトリのコケコッコで泣いたことあるって。え、あー、起きたことあるって。うん、ないかも。あ、うん、いや、起きたらなんかカラスとか泣いてることはあるけど。いたー。よし、いただきます。これは朝の残り。これはファミリーマート。おにぎりはセブンイレブン。セブンイレブンいい気分。今日のご飯はこれ、これとこれ。もう少しで武道館なのよ。そうだね、 あと4日。いただきます。今日のご飯、ひじき、そう、鮭も、そう。お昼お稲荷さん食べたから、今日はお昼めぐみんさんと食べました。隣でね、コンビニで買ったやつを。いただきます、いただきます。高野のおにぎり好きって。さあ、本当は高野が一番好き。待って、一番かな、前までは一番だった。からしたかな、美味しいがね。これ、毎日セブンで朝昼買うって。お揃い。優しい、ありがとう、ジビさん。頑張る。
ぜひ皆さん、うちわやペンライトで応援してください。うん。うん。今日はお昼から、ん？あ、今日朝から。今日は、お昼じゃない朝。今日11時からレッスン始まって、7時くらいまで。そう。言ってました。ミニストップいいの？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 ソフトクリーム食べたい、ミニストップといえば。うん、今日は前半はめぐみんさんと一緒におって、その後あゆさんとかれいさんと、うん、れいさんといて、その後あゆさんといました。ね、ちびさん味濃いけど、かあ海鮮あんかけチャーハン美味しい。すごい、食べたことない。うん、チョコレートの雪見大福かな。そう、めぐみんさん、めぐみんさんと最近ね、あの、なんだっけ、波動きっかけにね、仲良くなって。そう、 AKB 全体のライブなので、そう、みんな楽屋にいるやん。うん、最近本当に毎日4時とか5時に寝てる。今回の武道館のレッスンきつくのめっちゃきつい。めっちゃきつい。うん。うん、ありがとう。ねえ、待って。なめらかプリンパフェ。待って待って。それさ、さ、食べたかも。この間。楽屋だからめっちゃパンパンなのよ。なっちゃんさん、ありがとう。ね、そう、しかもね、本当にレッスンなさすぎて本当に辛い、本当にしんどいです。うん、頑張るしかない。いや、ダンスうまいメンバーがやばいって言ってるならもうサウナは超やばいじゃん。やばいね。うん、今日ポニー下ろしたからボサボサなの。うん、あ、まっちゃさんごめん。ポニーテール大好きさん、大好きな皆さんには申し訳ないですが、帰る前に下ろしちゃいました。ミッサーさんがやばいんだ。本当に？本当に言ってる？でもミッサーさんのやばいとサノンのやばい、本当に違うから。うん。本当にやばい。毎日泣きそうになってる。うん。なんならホテルに帰って、もう配信とか終わって夜中に一人になった瞬間にめっちゃ泣いてる。うん。ミッサーさんもダンスめっちゃうまい。すごい。ん？
毎日泣いてると目が腫れるよ。ごもっともです。ミッサーさんってすごいよね、本当に。ミッサーさんになりたい、ミッサーさん の、 あのダンスのスキルが欲しい、ホームシックにはなってない、めっちゃホームシックだけど、ホームシックになってる場合じゃないぐらい本当にやばくて毎日必死ですね。でもやばい本当に。今日ね、新しく振り入れがあった曲があるの。本当に難しすぎてやばかった、ついていけなかった。手も足も難しかった、家族に電話したら泣いちゃうからさ、電話できないんだよね。待って、泣きそう。そうなんだよね。もう分かってても体動かないんですよ。そう。もう明日行きたくないな、本当に。やばい。予約して帰るはやばい。帰ろうと思えば帰れるね。いやでも武道館立ちたい。この日空のぬんちゃん持ってくか、頑張ってて、頑張れる。本当に今が一番しんどい。そう、しかも県の先輩ってみんな上手いじゃないですか。
なんかすごい緊張しちゃうし、うん、なんか頭が真っ白になっちゃいそうで怖いんだよね。うん、そうなんだよね。うん、飛んじゃうと怖いよね、本当に。それは本当に思う。うん、うん、頑張るね。みんなに会えるように。うん。本当にやばいの。うん。昨日と今日は乗り越えたけど、なんとか。そして本当にやばいの。本当に明日やばい。うん、明日が怖いな。頑張りますね。うん。毎日こうやって言ってるのって本当に怖いの。そう。頑張る。ご飯食べ終わったら配信終わる。ぐっすり眠れてるって。うん、眠れちゃうけど、本当に4時間半とか5時間しか寝てない。うん、頑張る。うん、うん、うん、うん。
見て、海苔がかわいそう。そういうの今海苔ダメだから、海苔がこうやって残るんです、おにぎりを買うと。本当はね、海苔大好きなのにね。かわいそうでしょ。海苔があるから美味しいのに、本当は。よいしょ。うん、でも海苔弁だったらまあ我慢して食べれるけど、外せるなら外したい今はね。本当は好きよ。苦しかったことが後から思い出になる。まあそれはある、間違いないね。ごめんねジュエル、めっちゃ怒られたもん。それで言えば、神奈川ファイナルでごめんねジュエルのバックダンサーをね、同期新メンバーとみんなでやっちゃったけど、同期みんなで、そうめっちゃ怒られました。あれ本当に、いや今回は怒られてないけど、怒られてる怒られてないとかそんなんじゃなくて、本当にレッスンがなさすぎて、自分で覚えるのが辛い。しかも難しい。そうそうそう、ごめんねジュエルめっちゃ怒られたから、あれ本当にこのままだとってね。ごめんねジュエル本気で怒られた、めっちゃ怒られた。次見てできてなかったら、バックダンサーなしねって。そう、なんかバックダンサーだったからさ、メインの人が3人ぐらいいるのに、4人3人 いるのにその人たちよりも目立ってるって。そう、まあ、少しあれでもめっちゃ前ですよね。女の先生、怒られたの男の先生。そう、じゃあそろそろみんな終わりたいと思いますね。いやごめんねジュエルは本当にもう、めっちゃ記憶に残ってる一曲ですね。でもどんなのですか、もう忘れちゃった。でもあれ振り的には簡単なんよね。でも順番を覚えるのがなんかさあるやん、簡単すぎて難しいみたいな、わかる、単純すぎてみたいな、順番順序を覚えるのが難しいみたいな、そういうやつでしたね。じゃあランキング見たいと思います。直樹さんエホ13位は江田氏さん、ありがとうございます。12位はマッチャーさん、ありがとうございます。11位は切磋琢磨さん、ありがとうございます。10位はリュウさん、ありがとうございます。9位はプレジャーとマグマニアックな人さん、ありがとうございます。8位は小町さん、ありがとうございます。7位はミナッピアットマークソラノン、ありがとうございます。6位はナコミク船方さん、ありがとうございます。5位はピンクカメオさん、ありがとうございます。4位はターボーさん、ありがとうございます。3位はリボンさん、ありがとうございます。2位はカズさん、ありがとうございます。そして1位はヒデリンゴさんでした、ありがとう。それでは、でユニットの曲ごめんねジュエル神手の近くで見てたらどうだった。それでは皆さん終わりたいと思います。あやばい、
もう疲れてるね。もう一回ランキングを持ってしちゃってた。お話し開始再販始まるって、皆さんぜひ、ありがとう、教えてくれて。それではじゃんけんしましょう。せーの、そらーん、じゃんけん、じゃんけんぽい。今日はパーでーす。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。バイバイ。頑張るね、明日も。